福島県では現在、東日本大震災で津波被害を受けた地域の一刻も早い復旧・復興を図るため、これまでの目的だった砂や潮風による被害に加え、津波被害の軽減も目指した海岸防災林の整備を進めています。今回の動画では、そんな海岸防災林には一体どんな施設があるのかを紹介していきます。防災林を作る際には、植栽した苗木の根が津波でも倒れない深さまで成長するために必要な高さとなるよう盛り土を実施しています。さらに、ただ土を盛るだけでなく、水はけを良くするために盛り土には一定間隔でこのような礫暗渠が設置してあり、車が走れるように砂利舗装された管理道も整備されています。そうして整備された盛り土の上には、十分に成長するまでの苗木を保護するための施設が作られます。その一つ目が防風柵です。防風柵は防災林へと吹く風の風上側に設置され、強風から苗木を守る働きをします。苗木を保護する二つ目の施設が生砂垣です。生砂垣は盛り土の上を一定の大きさに区画するように設置され、苗木が砂で埋まらないように砂の移動を防止し、生育環境を整える働きをします。最後に紹介するのは、防災林の主役でもある植栽木です。福島県では主に砂や潮風に強い樹種であるクロマツが選ばれています。こうして選ばれた苗木は、生砂垣で仕切られた区画の中へ一定の間隔で植えられていきます。植栽直後はこのように50センチ程度の高さしかありませんが、植栽後4年経った場所では1メートル、8年経った場所では2メートルを超える高さまで成長していきます。そうしてこれらの施設を長い時間をかけて維持管理していくことで、海岸防災林が完成していくのです。次回以降は植栽の具体的な方法やその後の維持管理について掘り下げていきますので、ぜひご視聴ください。以上、早々農林事務所森林林業部森林土木課星野がお送りしました。福島